皆さんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今回はデイサービスで最も人気が高い間違い探しです。空間認識能力と集中力を鍛える効果があると言われています。絵が左右に並んで表示されます。左右の絵で3箇所違うところがありますので、どこが違うのかを当ててみてください。全部で4問あります。回答時間は90秒です。全問正解を目指して挑戦してくださいね。それでは早速始めましょう。1問目です。幕の内弁当のイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず一つ目は、ご飯の上にかかっているごまが消えていました。二つ目は、魚の下に敷いてある葉っぱが消えていました。そして三つ目は、お手元の袋の緑の柄が消えていました。やはり飾りなど色とりどりだと美味しそうに見えますね。見た目でも美味しさを感じる重要なポイントですね。それでは次に行きましょう。2問目です。スーパーの店員さんのイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず一つ目は、下の段の
一番右のペットボトルが消えていました。二つ目はカゴの中の人参が2本になっていました。そして三つ目はここの黄色いプレートが白色に変わっていましたよ。時間内に見つけることができましたか？3問目です。街の風景のイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず一つ目はここの大きな窓にある黄色い看板の位置が変わっていました。二つ目はここの女性の傘が消えていました。そして三つ目は右側の携帯を見ている男性が消えていましたね。コロナが落ち着いて、またこうして街も賑わうといいですね。それでは最後の問題です。スマートフォンのイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。一つ目はアイコンの音符が変わっていました。二つ目はここのアイコンが反対になっていました。三つ目は右下のアイコンと座っている女性の向きが変わっていましたね。本当にスマートフォンがこのようにできていたら面白いですね。
以上で問題は終了です。この動画で使用した間違い探しは知の種のホームページで無料プリントとして配布していますので、そちらもチェックしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。